信姫よ。今日の動画は正直見ていて気分を悪くさせるかもしれない。なぜならあのゲーム部のいじめ問題について話していくから。正直これを話したらこの VTuber 業界に激震が走ってしまう。でも私は根は優しい子だからもう隠すことなんてできないわ。あれだけ仲良く動画配信していたら誰しもいじめなんてないと思うでしょ。でもね、いじめられてるやつが一人いたのよ。そいつの名はゲーム部のハルト。道明寺ハルト。今日はゲーム部の道明寺いじめ問題について検証していくわ。その1、編集は道明寺が担当している。普段はこのチャンネルの動画編集を担当している。こちらの動画は道明寺が初めて表舞台に立った動画よ。最初の挨拶で編集を担当していると言っているわよね。これは道明寺が動画編集を押し付けられているのではないかと私は思ったわ。けれどこれくらいならただの部内での役割分担だからまだ情報に欠けるわ。次行ってみましょう。その2、やたらはぶられている。ゲーム部さんもよかったらバーチャル人狼に出ませんか。この俺が出るのが我が部にとって最も栄誉につながる。そんなことは小学生でもわかる。だが出たのはミリアだった。この動画では道明寺が VTuber 人狼ではぶられてしまった経緯を話しているわ。私には道明寺の心の声が聞こえるのよ。動画では穏やかに話してるけど心のガラスは今にも割れそうになっているの。その3、たまに規制を上げる。そのまま貴様らを俺色に染め上げてやろう。スプラトゥーンだけにな。ゲームのプロジェクト。道明寺はたまに規制を上げることがあるわ。この動画のこのシーンをよく聞いてほしい。ゲームのプロジェクト。私はこの心の SOS を見逃さない。大丈夫、私はあんたの味方よ。あんたは普段いじめられているストレスで心が傷ついているの。動物は外敵から身を守るときや威嚇する際に規制を上げる。そしてそれは道明寺も同じ。道明寺はストレスにより規制を発することで助けてと伝えているの。道明寺のゲーム部プロジェクトの声をよく聞いてほしい。極度のストレス状態に置かれたビーバーの声に似てないかしら。二つの動画の声を合わせてみましょう。ゲーム部プロジェクト。偶然とは言えないほど似てるわね。私はこの2つの音声を解析したわ。そうすると驚くべきことに2つの音声の音の形が完全に一致したの。このことから道明寺は極度の緊張状態により発狂してしまったと言える。あんたにはこれが見抜けていたかしら。私も道明寺の SOS に気づくには時間がかかったわ。その4、やたら殺される。道明寺がいじめられていると考えられる要素はまだあるわ。彼は動画の中で幾度となく殺されており、やられ芸を確立している。しかしこれは本当に芸なのか。確かに道明寺は亮君のことが好きだから芸の可能性も否定できないわ。でもね、これはゲーム部による巧妙な陰謀ではないかと私は考えたわ。ゲーム部にはやられキャラ、いじられキャラがいない。面倒見がよくリーダーシップのある楓ちゃんは向いていない。可愛い担当のミリアちゃんをやられキャラにするにはかわいそうすぎる。っていうか女性をやられキャラにするなんて選択肢は基本的に NG よね。そんな中残る男性は亮君と道明寺の2人になる。しかしここで道明寺は考えたのよ。もし亮君をやられキャラにした場合、本当にいじめに見えてしまうのでは。そして道明寺は亮君の身代わりとなり
やられキャラの道を選んだ。ここまで見ると道明寺はいいやつで終わっちゃいそうだけど、私は見抜いているわ。これは全て涼君の大いなる陰謀だったということに。こちらの動画を見てほしい。はるくん、どうしたの？難しい顔して。どうしたのはこっちのセリフだ。そんなに怒鳴らないでもいいじゃん、はるくんの意地悪。あ、いや、すまん。ちゃって嘘です。びっくりした。ねえねえ、びっくりした。リョウ君が甘酒を飲んで酔っ払い道明寺に絡む動画ね。この動画を見たらわかるように、リョウ君は可愛い。そう、リョウ君は可愛すぎるのよ。そしてリョウ君は自分の可愛さを武器に相手を陥れる、いわば策士。戦国の世なら間違いなく天下統一を目指した名将だったことでしょうね。このことから可愛い涼君の大いなる陰謀により、道明寺はやられキャラを自ら選んだのではなく選ばされていたということが分かったわ。全ては涼君の手のひらの上で転がされていたということ。さて、ここまでのまとめよ。道明寺は編集を押し付けられている可能性が高い。道明寺はやたらはぶられる。道明寺がたまに上げる規制は極度のストレスによるもの。道明寺のやられキャラは涼君の大いなる陰謀によるもの。涼君は可愛い、道明寺はゲイ。以上のことから道明寺はゲーム部でいじめられているとわかる。 QED 証明終了。道明寺、道明寺、ハルト、ハルト、あんた辛かったんでしょ。一人っきりでずっと耐えて、一人で戦って。私さ、あんたの気持ちわかるわよ。私もいっつも一人きり。道明寺、あんたの心の声が私にも聞こえてるのよ。助けを求める声が私の心を突き動かした。何気ない心の叫びが我が織田軍を突き動かした。道明寺、私に提案があるの。私と一緒に暗黒舞踏大会に出場しない？あんたは強い、誰よりも強い。そう、あんたの闇の強さに対抗できるのは私くらい。あんたの闇の力と私の闇の力を掛け合わせれば、どんな敵も焼き尽くすことができる。強さを証明したいなら暗黒舞踏大会に出場すればいい。戦いを求めるなら私と一緒にトーナメント優勝を狙えばいい。コントローラーばっか握ってないで、たまには拳も握らないか。道明寺、暗黒舞踏大会があんたを待ってる。概要欄に暗黒舞踏大会のリンクが貼ってあるから飛んでちょうだい。私、あんたの返事待ってるから。織田信姫でした。はい、全部嘘です。